こんにちは、ともあきです。今日は筋肉をつける上でベストなメニューについてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。で、今日なんですけど、YouTube のコメントとか、インスタの DM とかでいっぱい筋トレのメニューに関しての質問が多かったので、このような動画を作っております。で、例えばなんですけど、初心者向けに1週間の筋トレメニュー組んでほしいですとか、トレーニングメニュー教えてほしいです。トレーニングプログラムのルーティーンとメニューを動画にしてほしいですなど、いろいろなコメントが来てるんですけど、やっぱり筋トレをしている人なら、誰でもどうやったら、どのトレーニングメニューが最も効果的で、筋肥大に良いのかって、こう明確な答えが気になると思うんですけど、筋肉をつける上でのベストなメニューってのは明確な答えがありません。なぜかというと、その人の遺伝子だったり、ライフスタイルだったり、回復力、またどんな栄養をとってるか、このようないろいろな要素が関わってくるんで、全員に最もいいトレーニングはこれだみたいな明確な答えはありません。これが今回の動画の結論です。とは言っても、もちろん多くのトレーニーにとって基本的なトレーニングメニューの組み方っていうのはあります。で、その基本的な、まずはこういったメニューを参考にしたらいいんじゃないかっていうのは動画の後半で解説したいと思います。では、どういったトレーニングメニューが自分の体に合っているのか探していく必要があるんですけど、じゃあどうやってそのトレーニングメニューが自分の体に合ってるかどうかを確かめるかっていうと、それは自分の体でテストしていく、試していくしかないです。他の人のトレーニングメニューだったり、僕のメニューも含めて、そういったメニューっていうのはその人の体でやってみてうまくいったとかなんで、自分の体でやってみないことには分かりません。例えば週に3回トレーニングする場合と週に4回トレーニングする場合はどっちがいいのかとか、1週間で胸トレを8セットやるのか12セットやるのか、また20セットやるのか、腕の頻度は週に1回がいいのか週 1.5 回がいいのか週2回がいいのかなど、こういったものは自分の体で試さないとわからないです。じゃあそのトレーニングメニューが合ってるか合ってないか、どうやって試すかってことなんですけど、まず大前提として、筋肉はすごいゆっくりずつしかついていきません。筋肥大っていうのはすごいゆっくりなんで、見た目だけで判断するっていうのは短期的には難しくなってきます。そこで確認してもらいたいのが、パフォーマンスが上がってるかどうかです。プログレッシブオーバーロードが筋肥大においてはキーってことは毎回の動画で説明しているんですけど、要は前回の自分よりも重い重量を扱えてるのか、もしくは同じ重さでも1レップでも多い回数できているのか、そういったパフォーマンスが上がってるかどうかで、そのメニューが合ってるのか、自分を成長させてるのかっていうのが分かります。で、パフォーマンスが上がってるかどうかっていうのは、いつも言ってる通りトレーニングノートをつけていくことで明確に分かってきます。紙媒体のノートでもいいですし、手帳みたいなんでもいいですし、スマホのメモ機能とかでもいいので、自分のトレーニングメニューと何セット目何キロで何回上がったかっていうのをずっと記録していく。そしてこのメニューと一つ決めたなら、最低でも2ヶ月か3ヶ月ぐらいは同じメニューで継続してやっていかないと変化っていうのは見えてきません。いつもね、ぐるぐるメニューとか変えてたら、どの種目が伸びてるのか伸びてないのか、今日はスクワットしたけど次はレッグプレスした、で重さは結局どうなのかとか分かんなくなってくるんで、ある程度ね、2、3ヶ月ぐらいは、最低でも2、3ヶ月ぐらいはメニューを固定して、重量が上がっているのかどうか、そのメニューでプログレッシブオーバーロードを作れているかどうかってのを、筋肥大してるかどうかの基準や、そのトレーニングが合ってたかどうかってのの基準にしてもらえたらいいなと思います。はい、ここからはトレーニングメニューについて、僕が実際初心者の方にアドバイスするとしたら、こんな感じで組んでいけばいいんじゃないかってのを紹介していきたいと思います。で、まず僕が筋トレメニュー組む上で大事にしていることとして、全身をまんべんなく鍛えるってことが一つと、また最低でも週2回の頻度で筋トレを行うことで、トレーニング種目はなるべくコンパウンド種目をやることで、コンパウンド種目って何かっていうと、その一つの筋トレの動作で複数の関節が動く種目になります。なので、例えばベンチプレスっていう種目だったら、肩関節と肘の関節がこう同時に動きますんで、コンパウンド種目です。で、一方ケーブルで行うケーブルチェストフライとかは、こっちの肩関節しか動かないので、単関節種目と言われてアイソレット種目と言います。で、他にもスクワットだったら腰の関節と膝の関節と足首の関節が同時に曲がるんで、コンパウンド種目で、一方レッグエクステンションのように膝から下だけをこう曲げ伸ばしするのは膝関節だけが動くんで、アイソレット種目です。で、なぜコンパウンド種目を大事にしているかっていうと、まず複数の関節を使うので、その種目でたくさんの筋肉を同時に刺激することができます。で、一方アイソレット種目だと、割と一つの部位だけに集中して刺激を与えれるんで、
コンパウンド種目の方がいっぺんに多くの筋肉が使えて、またアイソレート種目に比べてより重い重量が扱えるので筋肉に強い刺激が与えれるなと考えてます。あとはコンパウンド種目の方が日常的な動作に近いんで自分の体の機能を改善する上でもいいなと考えてます。でコンパウンド種目こういうのがあるよってのをリストにここに上げておきます。この辺からピックアップしてもらえたらいいなと思います。で回数とかセット数なんですけど、まずは初心者の方だったらスタンダードな10回3セットを行えばいいかなと思います。では次に1週間のうちにそれらをどのように組んでいくかについて、僕だったらこうするんじゃないかなってのを紹介していきたいと思います。まず週に1回しかジムに行けない方、週に1回しか筋トレできない方っていうのはもう間違いなくその1回で全身を鍛えることをお勧めします。で1時間ぐらい筋トレする時間があると想定したら、まあ大体5種目ぐらいできるかなと思ってて、このような種目で組みます。で次に週2回筋トレする場合だったらどうするかっていうと、全身トレーニングを週2回にします。でメニューは先ほど同様です。で次に週3回ジムに行けるとしたらどのように組むかってことなんですけど、全身を3回行う、もしくは上半身下半身上半身って感じで回していくかです。なので1周目は上半身下半身上半身で、2周目が下半身上半身下半身みたいな感じでぐるぐる回します。で上半身下半身のメニューだったらもうちょっとバリエーションが持たせれるんで、メニューはこんな感じで組みます。で次に週4回だったらどのように組むかってことなんですけど、上半身下半身上半身下半身で組むか、プッシュプルレッグの PPL 法をこうぐるぐる回す感じなので、 PPLP で次の週が PLPP で次が LPPL みたいな感じです。で PPL だとさらに上半身下半身よりもバリエーションが出せるんで、メニューはこんな感じで組みます。で週5回行ける場合も PPL で回します。で週6回だったら PPL をちょうど2周できるんで PPL を2回やるって感じです。はい、以上で今日の動画は終わります。簡単にまとめると、筋肉をつける上でベストなトレーニングメニューってのは人それぞれ違うんで明確な答えってのはありません。いろいろベーシックなメニューとかあるんですけど、それらのメニューを自分の体で試していく、テストするしかそのメニューが自分にベストなのかどうなのかってのは分かりません。でどうやって試すかってことなんですけど、筋肥大、見た目において筋肥大っていうのはすごいゆっくりなんで、それじゃなかなかどうなのかっていうのは短期的に分かんないんで、トレーニングのパフォーマンスで見ていきます。扱う重量が前回よりも少しでも多いのか、もしくは同じ重量でも前回よりも1レップでも多くできるようになったのか、このように前回よりもどん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 強度を上げてるかっていうのをノートにつけながら記録を残しながら、最低でも2ヶ月から3ヶ月ぐらい固定して決めたメニューをやってって、合ってるかどうかっていうのを見極めていってもらえたらなと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。